ははい、こんにちは、えー、補足活的うんちく、えー、雑学スニーカー雑学、えー、アウトソール編という形でちょっとざっと靴並べてみましたけどももともとは EVA こういったスポンジですねスポンジを底に貼るということで、えー、クッションそれとあのアウトソール ミッドソールとアウトソールって形になるんですけどもこの辺りの靴はミッドソールもアウトソールも同じようなスポンジでちょっと配合がこっちの方がゴムが混じってるのかですけどもほぼほぼスポンジですので、えー、柔らかくてクッションがあくけどもスポンジですので擦り切れてくると擦り減ってくるっていうことでになります。えー、それの次が EVA エチレンビニいるア,アセテートっていう、えー、物質っていうか樹脂になるんですけども合成樹脂になるんですけどもそれにラバーを貼って強度をもたしてるこれはもういろんなものを持っている中の再生ゴムと言われるやつで純粋なゴムはアメゴムで輪ゴムの色とかしてるんですけども。 えー、白のソールとか黒のソールとか、まあ、他色といてやってありますただ黒の方がいろんなもの廃棄、えー、物包めていろんなものを入れてて黒っていうのがかなりしっかりとできてます私は結構黒の底が好きですでその次っていうかそれと並行してあったのがラバーカップソールラバーカップソールっていうことで 船型になってるんですね、これ。つなぎ目がないです。船の形をしている、えー、カップソールということでそこになってます。そこにそこにアッパーを縫い付けてある。この辺りの靴も同じようにラバーカップソール。それでアッパーを縫い付けてあるっていう形になります。クッション製は中に EVA の ボードとかが入ってるとかインソールでクッションを取るんですけどもクッション性は正直ちょっと固めになりますただ劣化してくる部分がパーツがないので、えー、かなり長い月日、えー、靴として形を原型と留めると思います。でバスケットシューズとかこれテニスシューズっていう形で昔は使われてたのは横手から足を支えるので横ブレしない。 それでこのラバーカップを、えー、ラバーカップソールを使われてますでこちらランニングもう大昔のランニングタイプになるんですけどもランニングシューはやはりそこにクッションが欲しくて横手で、えー、支えられてか変に当たるのを避けるために、えー、クッションの上にアッパーをのせてるだけと自由な感じですね。ただ軽くて足が横揺れします。 これで EVA とラバーーカップソールその時に出てきたのがコンプレッションモールデッド EVAEVA、えー、EV を熱と圧力をかけて肩にはめ込んでいくっていう形になりますこれでかなり軽量化ができて自由な形、えー、スタビライダースタビライダーと言っている靴が今ちょっとここにいなかったので申し訳ないああ これがスタビライダーということで靴と底との横入れを抑えるためにこういったものとかを樹脂とかで入れて足がぶれないようにされるもんですねこれ横手にもついてますけどもこれで昔のは何もついてなかったのでこれでモールデッド EVA っていうことで。 肩に入れる時にそのスタビライザーを一緒に成形できるっていう形になります。で、これで横ブレを防げると。ただ、横ブレ防げるんですけども、この靴に関しては eva がむき出したので、ここでしたらもうスポンジのままですね。でかかとと。つま先には、えー、心持ちのラバーを貼ってあると。これちっちゃいラバーが貼ってあるやつとかあったんですけども、それはもう生産上とか？ 糊とかの状況によってすれば剥離剥がれてくる恐れがあるのでこれも軽量と材料、ゴムとかを節約するっていういろんな意味でこういったものがありますこうやってモールデッドがあって EVA があってこちらの靴もだいぶ履き込んでパーツも私勝手にキッチしてるんですけども これも EVA モルデッド EVA これでラバーが張られてこれでこれアッパーが合成の PU ポリウレタンですので加水分解でだんだんウレタンが腐ってきてて崩れてきてます。これはもう経年劣化するのは致し方ないんですけどもちょっともう最近まで吐きながら、まあ、ちょっとすり減りながらでも、えー、かかとを踏みながらで履けるような形ですので。 スリッパ代わりに入ってますでこちらのが一番やはりも新しい形で EVA モルデッド EVA にさらに樹脂にバックカウンターとかこの辺りの横でもこれ樹脂の配合が書いてあって EVA の固めなのかもしれないですけどもそれで横ブレを防ぐような形になってます。これでサイドに樹脂の サポートするあたりのものをつけて横ぶれとか前後にに足がかかないとかいとう形にしてますも、まあ、ちょっと言ったかもですけどもかかとがちょっと立ってるのがこの靴残念ですけども全体的にはすごくきれいに全面にゴムが張られていてところどころ抜いてあって軽量化して靴のシャンクでこのねじれを抑えているという形の靴になります。こののかかかとと立ち具合とかも バックカウンターなんですけどもこれがすごく分かるのがヒールカップもうカップ状にこのかかとの肩にバックカウンターがなってるんですねこれで包み込むとこれはランニングトレーニングシューズの位置づけになってるんですけども見て分かるように かかとが立ってるんです引っかかりも浅いんですこういう風にシートでかかと状というか巻きつけてそれで中にパッとスポンジを入れてカウンターのシートを曲げたところにスポンジをやってれでここに引っかかるという形ですのではっきり言ってスポスポです。 まあファッション重視でなんですけどもそってこれはもうもう一つちょっと問題があるのがこれがウレタンっていうものなんですねこれ先ほどラバーカップと EVA とモルデット EVA それの次にこの PU ポリウレタン PU ソールミッドソールっていう形でもうこういったあの中のクッションを入れれるとか流し込んでするのですごく加工がしやすい。 えー、複雑な、えー、形のに加工がしやすいミッドソールですけども加水,水分解っていうのは何かというとポリウレタンの化学反応で水とか空気とかその時の特に水分計になるみたいで下駄箱の中にずっと入れっぱなしにしておくと崩れてきます聞いたことあると思うんですけどもこれ私お気に入りで履いてた靴。 もう加水分解が見えてきててこうやって崩れてくるんです衝撃映像になると思うんですけどこれで昔ウレタンの底のスニーカーでシガの大津までジャズを聴きに行って行く途中でアウトソールがなくなりました難儀しましたけど靴屋もちょっと見当たらなくて これもういっぺんちぎったろうかなぁと思うんですけどもお気に入りだったのでこのまま置いてます。これ中ののチューブもちょっっとウレタン系なのか樹脂自体がもう濁ててきてるんですええー、悪いとか言うてここのメーカーとかが何かがええー、悪いとかじゃなくてこういった、あのー、素材の特性ですので大体23年でなると言われてるんですけどえー 昔のこの辺のデッドストックもの大外化水分解ではけなくなります。これがウレタンとモルデッド EVA の概ねの見分け方ですけども色が塗ってあるのはウレタンが多いです。こちらもまだ変化は起きてないですけどもここのエアーチューブが入ってそれで。 密着されててっていうことは流し込まれててこれが不自然に艶がないんですけどもこれはペイントがされてるなとこれも、えー、PU のミッドソールと思われますこの辺りにちょっとツヤっとしてるものはコンプレッションモルデッド EVA、えー、モルデッド EVA ですねこちらもつるっとしてて色が塗った形跡もないんですけど いた見らわかると思いますこれ相当ファッションとかで気に入って履くでしたらあのかなり特殊なデザインとかもできるのでモルデットモルデットじゃないですピ,ピュウレタンの靴はいいんですけども後々がっくりくることが多々ありますのでできればウレタンのソールは避けた方がいいです。それとなおかつウレタンの ウレタン系の合皮のアッパーはこういう,うな形でウレタンはやはり劣化がしてきますのでその辺りは特に注意した方がいいと思います。まあその辺りも含めて履き心地なのかそれからもう耐久性なのかいろいろなことを考えてスニーカーを選んでいくということが必要になってきます。えー、っと漏れはないと思うんですけども えー、ざっとこれであのアウトソールミッドソールの材質それと特性というのを、えー、話しさせていただきました。ありがとうございます